コネクト。時刻は四時三十七分になりました。T. B. S. ラジオからお送りしているコネクト石山蓮華です。火曜パートナータレントのデカミちゃんです。 今週はコネクトフェスティバルということで、毎日スペシャルなゲストにお越しいただいています。今日のゲストは、アーティストで俳優の鞘師里保さんです。よろしくお願いします。しします鞘師里保です。よろしくお願いいたします。はじめまして、石山と申します。はじめまして。よろしくお願いします。お願、はいします。お久しぶりです。ファンのデカ美ちゃんと言います。お久しぶりです。<え>デカ美ちゃんと鞘師さんは、何度かご一緒されてるんですよね。そうなんですよ。はい、あの、本当にただのファン。なん なんですけど <laughs> でもあの誕生日のあのイベントにバースデーイベントにえっと2回 mc で参加させてもらったことがあってあらそうその時もすごい緊張したけどさゆしさんのねファンの方々もすごい優しかったので楽しくお仕事させていただきました、えー、心強かったですあよかったありがとうございます,います <laughs> じゃあもう今日は安心でございますねはい、はい、えー、まずはプロフィールご紹介いたしますありがとうございます 帆さんは1998年生まれ広島県のご出身です、はい、2011年にモーニング娘。の旧期メンバーとして芸能界デビューされましたグループ卒業後はダンスのためにニューヨークへ留学帰国後の2020年からは歌手活動のほかドラマや舞台映画と活躍の幅え活躍の場を広げていらっしゃいます、うん、自身初の時代劇となった映画 十一人の属群が来週十一月一日金曜日公開予定です。はい、ありがとうございます。はい、うん、この十一人の属群のお話もちょっとね改めて伺いたいんですが、さやしさんのこの。 現在に至るまでのお話いろいろお伺いしていきたいんですけれど、ねえっと、モーニング娘。に入られる前は、うん、アクターズスクール広島に通ってらしたんです、ね、そうですねそうすねパフュームさんとか、うん、あの広島のアーティストの先輩が通われてたようなスクールがあるんですけど、はいうん、そこで幼稚園の年長さんぐらいの時からあのダンスをと歌を習ってました。幼稚園のの年長さんってもうかなりその 幼い、ね、幼いし、ね、ダンス始める年齢としては早い方なんですか、うん、早いと思います、うん、あのプロダンサーの人でも大学生から始める方もいらっしゃったりするのでやっぱりそさやしさんといえばダンスやいすごいんですよ。<laughs> でまあそのアクターズスクール通われてその後モーニング娘。にね2011年に加入されるんですけど、うん、そのやっぱ。 オーディションとかの段階からこう見ていて、うん、この子には通ってほしいとかがこうそれぞれあるわけじゃないですか、はい、やっぱりその本名なんで<え>ハロプロさんってこう調べられちゃうわけですよある程度はい、はい、過去のこととかをそ,で、ね、でそれこそまあ本当に今となっては話せると思いますけど、うん、アクターズ時代の動画とかがなんかどこからともなく発掘されて <laughs> 当時の親御さんとかが撮ってたような他の生徒さんのねとか、うんね、が発掘されてめちゃくちゃ 子が今回オーディションもいるやんけとかもうね受かる前からなんなら話題みたいなそうなんですねだった記憶があるえさやしさんはそもそもどうしてそんな幼い時からダンス始めようって思ったんですかでもきっかけが「モーニング娘。」だったんですよへえ母の世代とかももちろんですし幼稚園の時特に「モーニング娘。モーニング娘.」っていう時代でで私はお遊戯会で「モーニング娘.」の恋のビクトリーえっと っていう曲があるんですけど、それを踊って、あ、これ楽しいダンスもっと踊りたいっていうふうに、うん、あの思っ。っ で自分から親にダンス習わせてくれって言って始めました。<ー> <laughs> そう親御さんはもうダンスやりなよ、リハやりなよっていう感じでした。うんうん、あ、そうですね。あの当時もそうですし、もうずっと私がやろうとしてることは何も止めないっていうスタンスの、うん、あの両親なので、うん、じゃあさそっかみたいな感じで、うんうん、はい。じゃそこからモーニング娘のオーディション受けますとか受かりましたってなった後も、うん、もう頑張っておいでっていう背中をしてくれる。そうですね。うん、いとおいでいってらっしゃいみたいな。<ー>でも全部。 でも加入当時っておいくつでしたっけ、えっと、小学校6年生なんで12歳ですね。で状況ですから、うん、結構普通ねあの不安とかもあったと思うんですよ親御さんはね。でもどうにかなるでしょうみたいな。そ前向きに進んでいったということですね。えー、そしてこのモーニンンググ娘。加入されたタイミングまあ ハロのデカちゃんずっと見ていてやっぱりこの子入ったかって思いました思いましたしモーニング娘。の歴史の中でもちょっと久しぶりに新メンバーが来たみたいな時期だったんですよ割と固定されたメンバーで活動されてて久々に新メンバー入るぞっていうのが吸気メンバーだったんでもうなんかすべてがキラキラして見えててオタクからしたら新しいモーニング始まるっていう。そ中でやっぱ のダンスパフォーマンスだったんでどうしても他のことはやっぱ差があるわけじゃないですか技術の差が圧倒的にうまいとでそこでつんくさんがね当時プロデュースされてて編み出したのがフォーメーションダンスっていうフォーメーションダンスあのまあダンスが今はその ちょっと苦手って子がこう移動している間に真ん中とかでさやさんがめちゃめちゃ踊ったりかっていうなんかその時代の「モーニング」のパフォーマンスの本当要中の要だったからやっぱ衝撃だったし歌声もね私はめっちゃ好きなので、うん、素敵ですよね<う>今お話しされてるお声もすごい素敵で<あ>、うん、いらっしゃいますけどグループ卒業されてから、はい、ニューヨークへ単身で、ね。 ダンスの留学なさったんですねどんなスクールに通ったんですかあでも本当にあのランダムに自分でクラスを選んでいつでも好きなクラス受けられるっていうダンス専門のいろんなジャンルを受けられるっていうスクールを4つか5つぐらい掛け持ちして通ってました、えー、えそれってどんなスケジュールになるんですか、うん、あでも本当に ばっ、あのー、てあの週間スケジュールがそれぞれの、あのー、スクールに出ててはい、はい、そこから受けたいクラスせ先生みたいなのを自分で探していってもう本当にもう週とか日によるっていう感じですね朝ここのスクール行くしちょっと電車移動して夕方ここを受けてみたいなことをまあ日々やってましたうん、うん、中でもこう楽しかった。 とっあすす、ね、そうですねあの、えっと、ずっとあのニューヨークに住まれてるんですけどこう韓国人の先生がいらっしゃって、うん、でその方のスタイルがなんかこう本当に。 アジ,アジアに寄りすぎずアメリカに寄りすぎず、うん、本当独自のスタイルでやってらっしゃるのがとってもかっこよくてずっとその先生が大好きなって受けてたんですけどうん、うん、自分がソロデビューしてからその先生に振り付けお願いすることができて、えー、そうなんですよなんかそういうご縁とかも留学中にできたりしましたい,いいですね,ねやっぱこうオタクとしてはそのパフォーマンス素晴らしいんですよ、うん、サイスさんってでもかっこいいここも魅力の一つなんですけど、うん、ひとたびステージ降りるとちょっと抜けてるとこがあ <laughs> <laughs> ったり される方だから「あえあのリホリホが一人で海外へ」<laughs> みたいな感じだったのが <laughs>、うん、やっぱりこう復帰されてからあの当時の写真をねそれこそイベントとかで見せていただいたりして。<laughs> はいはい あなんかストイックにもやられてたし、うん、楽しんで生活されてたんだっていうのはね、はい、すごいホッとする、うん、嬉しいし見守っていただいてたねみんな見守ってましたよ <laughs> メールも来ております、はいえー、ラジオネームソファー番長姉もねさん42歳主婦の方ですれんげちゃんでかみちゃんそしてゲストのさえしりほちゃんこんにちはこんにちは あの鞘師がコネクトにやってくると発表があってから<ー>今日まで毎日ずっと楽しみに待っていました、うん、今は正座して聞いてます <laughs> ああどうぞどうぞ足崩してくださいモーニング娘。<laughs> 娘時代に美しい歌声とダンスに心を射抜かれてから鞘師里穂は私にとってずっと特別で大好きなワンアンドオンリーな女の子です今日は新しい映画のお話も聞けるとのことでワクワクしてますそれにしても シュワシュワのソーダ水ばかり飲んでたあのさやしが誰よりもダンスはバキバキ <laughs> なのにしょっちゅうすっ転んでたあのさやしが女郎役を演じる日が来るなんてんリホリホのお母様と同世代であろう私は感慨深くて泣きそうですさやし大人になったのね長々と失礼しましたさやしホが存在する時代を共にコネクトできることとても幸せに思いますこれからもアーティストとして女優として輝くさやしホさんをたくさん見せてください。はい ーやっぱり,り、ね、っぱみんなこうやってね、<laughs> うん、あさやしがりほりほがって、るんですよ <laughs> この、ね、メール読んでいるのを聞きながら、さやしさん、ちょっとこう、目がきらっと一瞬 <laughs> <laughs> されたように見えたんですが、うんえー、改めて、そのさやしさんがご出演されている映画、11人の続軍、こ、うん、ちらのお話、伺ってまいりたいと思います。来週金曜日11月1日月から あえー、来週の金曜日11月1日から公開予定の11人の続軍、うんはい、そして今流れているのはドラゴンアッシュのキャンペーンソングストレートアップフィーチャリングジェシーでございます。このの舞台幕末の映画で、うん、まあ なかなか初めての経験だったんじゃないかなと思ううんですが、ね、そうですすそね、はい、時代劇というのもそうですし、うん、こういう希望感の作品に参加させていただくっていうのはもう今までにないことですし毎日毎日この映画に関わっているとえ新しい世界にぐんぐん入っているような感覚で不思議でした。うん、うんうんうん しかもあのやっぱり時代劇でそのまあ衣装とかね髪型のこともそうですけど結構言葉遣いが特徴的な役どころそうですねあの全体的にもその新潟県でのお話だったりするので新潟県のこう柴田という地域の柴田弁を使うみたいな、はい。そう いうこうこ決まりもありながらそこでセリフを言っていたりとか、うん、そういう制約,制約もありつつこうお芝居する、うん、でもそれによってそこで生きる人たちっていうのが多分より染み出てるようなまああの絵になってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、でもあの「罪人」はいえっと「死刑囚」の役っていうところ。自分の 絶対き,、まあ、きっと絶対体験しないであろう人生をこう演じなければいけなかったので相当時間をかけて準備しましたし。うんあのー また新しい人生を取り戻すぞって言ってその11人の族群が戦うっていうそのなんか熱さみたいなところを皆さん,うん、うん、共演者の先輩方と一緒に作っていくっていうのはすごくいい経験になりました、うん、私びっくりしたのが、はい、そのまあかなり難しい役どころな中でしかもその規模感も初体験時代劇も初体験という中でじゃあその俳優としてスイッチを入れてこの期間はこの役になりきるんだって。 っていうのは、なんか、たまにね、俳優さんから聞く話だけど、はいうん、並行して、ツアーやってたんですよ。で、その鞘師里保との、オンオフを、どうされてたんだろうっていう。らないですね、ちょっと大変すぎる、業種も違うから。この十一人の族軍って、って舞台幕末で、うん、まあ、決死隊として戦いに召集された。罪人たち、うん、ね、この出演されている方も、山田孝之さんとか、中野太河さんとか、うん、も、そうそうたる皆さん、の中で、まあ。あるいし。 意味こう,こう言ってんの女郎ナツさんの役じゃないですか、うん、りす切り替えってどうなさってたんですか、ね、切り替え,切り替えっていうか、うん、でもなんかライブもちょっと戦闘的な気持ちで <laughs> 持ちいい逆になんか望むことができてきたなはい、はい、っていうのもありますし、うん、逆にその、えー、お芝居に没頭しすぎてたら多分ちょっとしんどかったかもしれない、うん、っていう部分をライブすることによってちょっと。 とひ一息できるって言い方が正しいかわからないんですけどうん、うん、切り替えることができる逆にそれがあることによってみたいなのはあったのではないかと思います<ー>そかいいバランスでというか <laughs> うで,でも山奥でずっと撮影してて電波も届かなかったんですよですなんかライブの日とかは、うん、なんか 新しい文明に出会ってるみたいな気持ちになる時がたまにあってしばらくインターネットもって感じだしそうなんですよ電飾があるみたいなそのレベルからそううい感動をなが過ごしてまししたそてこの監督白石監督からのオファーのきっかけが正彦さんのダンスパフォーマンスを見たいていうことですけれどこのオファーを受けた時どう思いましたそうですね 監督にお会いできる機会があって、はい、でその時あの本当に雑談しただけだったんですけど、うん、その後その日のうちに出演が決まっちゃって「あれ?」みたいな,なんか、うん、オーディションを受けたっていう感じの雰囲気でもなかったですしはい、はい、だからもうなんか拍子抜け拍子抜けしたというか「うん、えええ,えみたいな,はい、はい、なんかそういう戸惑いの方が最初は 大監督そう,そうですねオーディションに向けて準備してみたいな,そうなんかいろんなグラディエーションがあると。うんうんうん よっしゃ、みたいなの、もっとあったと思うんですけど、うん、最初はびっくりの気持ちが強かったですね。いや、でも、それだけ、もう一目惚れに近いようなものがあったんでしょうね。ね,うん、ね、その死者で、私もこの十一人の族軍、はい、あの、実は見せていただいたんですけれども。この鞘師さんのね、こう、強さの中に、こう、凛とした花というか。かっこよかったですね。かっこよかった。ありがとうございます。やっぱり、こう、すごい、こう。 いろんな罪人がいる中で全員キーパーソンなんだけど、うんはい、一番結構こう人間としての感情とかが現代の人間が見ても感情移入しやすいや役どころだったなと思って、はい、まあそれは自分が女性っていうのもあるのかもしれないけれども、うん、でその中でやっぱり俗軍罪人だから別に全員悪いやつではあるっていう,、うん、うんすごいこう見てていろんな感情にもなるし。 単純にこう映像が素晴らしくて素晴らしかった見応えがすごいんでんぜひ皆さんね、はい、劇場でも見てほしいですし劇場で見てほしいですね,、うん、ねこのいいね私はも改めていこうと思ってますありがとうございます 改めまして、さやし里穂さんが時代劇に初挑戦された映画「11人の続軍」は11月1日金曜日から公開予定です。えー、あっという間のお時間でしたが、うん、最後にさやしさんからラジオをお聞きの方に向けてメッセージお願いします。ありががとううございます人、えー、と新政府軍に立ち向かう、うんえー お話になるとは思うんですけれども、うん、映画を見て頂い,いてるとその本当に没入できる劇場で没入できる作品になると思いますので <laughs> 11人の続軍の12人目として作品に参加できるような。うんあの 役になっていると思います。うん、楽しんでいただければと思います。はい、はい。最後に本当にオタクとしての質問一個だけしていいですか。しょう最近何食べてますか。最近何食べてますか。はい、<laughs> 最近好きな食べ物だけちょっと最後教えてもらっていいですか。最近好きな食べ物はえっとそばです。あそば。蕎麦 <laughs> 私そばアレル のあのあねさやしい人たちの方は皆さんそば食べられてください、はい、ということで <laughs> ちょっと我慢できなかったそれだけさやしりほさんにはメッセージコーダーにもこの後お付き合いいただけるということで,、はい、でと改めて本日のゲストはさやしりほさんでした引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします コネクト時刻は4時54分 TBS ラジオからお送りしているコネクト石山れんげです通うパートナータレントのデカミちゃんですそしてこちらのコーナー鞘師里穂さんにお付き合いいただいておりますお邪魔しておりますよろしくお願いしますメッセージ紹介します、はいえー、今日のメッセージテーマ誕生日ということで、うん、帰宅のラジオネームナノさん31歳女性の方です、うん よく覚えているのが私が34歳くらいの頃姉の誕生日の時のことです、うん、誕生日の時は母が毎回ケーキを作ってくれてその時は姉の好物アメリカンチェリーをトッピングしたケーキでした、うん、ケーキの上に乗ったアメリカンチェリーがキラキラ可愛くて美味しそうでついついつまみ食いしてしまいました、うん、ケーキを前に激怒する姉そして怒られて号泣する私の写真 <laughs> 実家のアルバムにしっかり残っていますと <laughs>、うん、それも 思い出だ。ね<ー>。うん ささやん、はい、お誕生日の思い出とかってあ,ありますすかそうでね若い時からモーニング娘。として活動しててその間にこう毎年バースデーイベントみたいなのさせてもらっていたんですよ。ファンの方がたくさんいつもお祝いしてくださって嬉しいなと思ってたんですけど一、うん、回休業した時に留学しててその時の初めての誕生日、うん、周りに私が誕生日だっておも知ってる人が一人もいないっていう年があったんですよそす、ねうんうん、の時に一人でなんか コンビニみたいなところで一切れケーキを買って静かに食べてる時にいかに今までにたくさんの方に支えてもらってたのかっていうのをすごく実感した寂しい一日でした。うんうん、そこはねここでねやっぱダンスの教室で <laughs> ヘイヘイ today's my bus で言わないのがさやさんの言いいところですよね。<laughs> 私言っちゃうもん絶対。私も言っちゃうかも。<laughs> ヘイヘイヘイ everyone。today's my bus でずっと言っちゃうもんな。ねえ。うん、そのやっぱりこうダンスとおしゃべりとのこうギャップがさやさんのいいところですよね。<そう> <laughs> あ, <laughs> あとね、本当はさっきの時間を見たかったんですけど、はいえ、テーマメールじゃないんですが、ラジオネーム、カレー大好き、ラックさん、うん、えレンゲさんでかみちゃんゲストの小夜市里帆さん、こんにちは、こんにちは11人の続軍、公開まであと10日、とても楽しみにしております、えー、今回、映画でも共演される中野大我さんは、鞘師、うん、さんの最新アルバムのジャケットの写真も撮られておりますが、うん、撮影中の中野大我さんとのエピソード、ありますかあ そうなんですよ、うん、あのタイガーさんにあの写真撮っていただいて、はい、あの写真がとてもあの<で>素敵なので普段からお願いしたんですけれども。 ロケ地がすごく限られた場所だったんですけどスペースとかシチュエーションとかもお家からたくさん照明とか小道具とかいっぱい持ってきてくださってそれで本当そのおかげもあってバリエーションのある写真が撮れましたしやっぱり今まで作品でご一緒してて映画もそうなんですけどそこですごく気にかけてくださってたっていう信頼があったので私も安心して撮影させていただけました。は 写真ってどこで見られるんですか。あ,あの私のファーストアルバムを撮っていただいたので、うんはい、その C. D. ジャケットが。まあ、ネットとかの C. D. ショップで見ていただけるかなと思うんですけれども。うん、あとサブスクのね、方でもジャケットにね、ねなってると思いますし。めっちゃ素敵なんですよ。あ、それ、そうです。あ,あ,あれあ、すごい。あれ、持ってきてる。はい。持ってきたってこちらのお写真ですね。そう,すねそうですね。これは、そんな。うん ところで撮られたんですねすごい素敵な写真でございますはいというわけであっという間でしたが本日のゲスト鞘師里穂さんでした鞘師さんありがとうございましたありがとうございました最後に好きな飲み物教えてもらっていいですかすいません最近ハマってるのはチャイティーラテですチャイティーラテありがとうございます。よしよしメモメモチャイティーラテと蕎麦ということでねファンの皆さんぜひチャイチティラテ今日絶対 絶対めちゃくちゃ飲むと思うよ <laughs> <laughs> みんなで飲みましょう